ああ、いた。キム、そっか、折り返し10分なんで結構世話しない感じなんですね。早速ちょっと行きましょう。ターミナルですね。いやー、解いた。向こう側にも、混んでるみたいだし。まあ、電車ってこっちに乗っておきましょう。で、10分折り返しなんで、もうこれでパッと乗っていこうかなと思ったんですが、こっちに普通の駅名表もありますね。まあ、せっかくやっぱこっち来たんでね、ならちょっと見てこうかなという。だ、見てくにしては1時間20分ぐらいあるのかな、次まで。なんでね、じゃあもうせっかくなんで、この島まで歩いたら、なんか歩いて4、50分ぐらいで行けるみたいなんで、ちょうどまあいいのかなと。で、なんか海沿いをなんか歩いて行ける道もあるみたいなんで、島までちょっと歩いてみて、まあ、だとすると、1時間半で40分使うとして、まだ40分ぐらい余裕がありますから、じゃあちょっと40分ぐらいちょっと趣味の周りを観光してみて、趣味は趣味市なのか。それで、やるんだったらちょうど時間もできるし、いいんじゃないかなと。じゃあちょっと。すいません。はい。自分自身の。こんな感じなんだ。いいですか。本当な上物です。ユーティバーやんだって。観光メインなんだな、こっちの方は。ここか。ああ、すいません。なるほどな。観光ガイドもあるし。ちなみに観光って何だ、その観光。ゴリパやなと思った。でもこっち来たらさ、やっぱ麺も食いたいなって気持ちもあるんだけど、あ、藤子不二雄へのワンダーワールドなんてあるんだ。だから日本海側はこういう、日本海側の何、端っこの駅はこういうのが盛んなのかな。どこにあるの？氷見漁港とかがあって。これさ、ちょっとこっち行くぐらいの余裕あるよね。まあ、ちょっと見たら、へえ、そういう風になってんだ。あ、忍者ハットグ、だからか、そっか、藤子不二雄の。そうか、だもんな、忍者ハットリ君が。あ、だからさっきの、あれだ、なんだっけ、城原線か、城原線であれ走ってた、そういうことか。なるほどな。じゃあ、ちらっとちょっと北側を見てってもありかな。ありかな。ちょっと見ていこうか。ついでに海鮮の食えそうなところとかあったらいいよね。せっかく食ってきてんだしね。そりゃ、海鮮丼の一つぐらいはね、食ってきたら。なんかバチが当たるわけやない。あ、ちなみに一応ね、ここでダメそうだったら、もう一つ良さそうなところが今、通ってくる途中になんか道の駅が、ちょうど見えて、道の駅がめちゃくちゃ綺麗だったんで、結構新しいみたいですね。新しくできた道の駅があるみたいなんで、まあ、いざとなったらその和倉温泉の方ね、抜けてくるのに能登半島、どうせこのまだ踏みの方まだ通ってくんで、その時にそこの道の駅はとりあえず寄って、で、まあ、この辺りでもしちょっと今日今ねパッと増えるとこがなかったとしても、まあ道の駅だったら何かしら食べ物にありつけるだろうと甘い期待をしてますよ。青の第二層か。うん。いや、さすがだね。散歩するぞモードに入った瞬間のこの青空、ちょっと暑くなってきたけど、いや、いやー、今日も晴れるね。すごいね。こっちにちょっと行ったら、
わ、海岸だ。綺麗じゃん。そう。ちなみにさっきね、来る途中ね、私は一つ大きなね、ミスを犯しておりまして。わー、海岸だ。綺麗だ。そう。すごくね、乗って進行方向右側のところがね、混んでてカメラ持ってる人も多かったんでね、私はね左側の方に何も気もなくね、ああまあいつも空いとるしと思ってポンと座ったんですけど、あれですね、右側の方だと海の円形が撮影できるんで、皆さんやっぱカメラ持ってる方はちゃんとそっちの方を押さえてるんですね。結果的に、うちのカメラは思い山の方を向いていたんでね、これについて景色映ってなかったかもしれませんけど、まあおかげで道の駅とかそういうのはね、物色できたんで、よしとしましょう。まあね、よしとしといたろうじゃないかというところですね。うわぁ、海は、あでもやっぱ波ちょっと高いね。ここから見ても波がね、波のあれが立ってるの見えますもんね。まあ、そもそもここって氷見って外房になるのかな。海岸沿いの方行こう。これね、地味に波高い、高めなはずよ。あ、まあここまで荒れてる感じは見えないですけど、でも多分ね、潮流は早いよ、これ。うん。なんか嫌やな、波緩そうやん。大丈夫、大丈夫と思って、去って、海水浴なんかでね、入っちゃうと、実は、水の中で自体は、これ、早いパターンだと思います。一応ね、海のところの育ちなんでね。まあ、つってもね、思い切り四日市港っていう、内湾の内海の、しかも湾岸港内っていうね、しかも岸壁なんでね、埋め立て地の岸壁なんで、こういったところとはあまり無縁なんですけど。まあでもね、一応それぐらいはわかりますよ。うん。海猫がいっぱいだ。すげえ磯の香り。ああ海来てるな。信じられないよね。これ半日前は瀬戸内海の美味しいもの探してたんだからな。よし、ちょっとこの辺りとかで食って、あこの辺りとか行ったらね、広島が過ぎたあたりとかでね、きっとまたちょっと海のところがあるだろうとかって言いながらね、段取りをしてたのに、今いるのは反対側の端っこの端っこと言ってもいい能登半島だぜ。もうここが能登半島だもんね、氷見は。これは意味がわからない。氷見市ってちなみに富山県？富山県っぽいね。ナンバーが全部富山だ。すごいよな。立ち上げ知らさすぎにもほどがある。あ、で向こうに漁港とかあるのか。へえ。向こうに漁港とかあるみたいですね。よし。ああ。地味な足がつらい。なるほどね。風もまああるけど、これの多分、音声加工を外しても別に風の音は乗らないでしょうっていうぐらいの風ですからね。で、ここに行ったら、からくり時計とかがあるんだ。へぇ。あ、これちょっとあれか。藤子不二雄 A さんの。そこは魚取神社。あ、魚取りの神社。まあ、まさにここら辺は一大漁港ですもんね。今日はさすがに出てない
ぽいな。今ちょっと波がね、こんな感じには見えますけど、明け方のあの、ね、来る途中のあの、あれ、くるっぷり見てたらね、無理っすよ、無理。あ、で、こっちの方とかも、綺麗になってんだ。すごい。昭和59年7月竣工ってなってるんで、同い年だ。5ヶ月俺より後輩だな。あ、作ってる時に生まれたくらいか。すごいですね。坂取神社。ちょっと海へ魚が食えるように、あれですね。さい銭箱とは何もないんだね。その分、魚市場使ってくれると、魚市場食堂ってなってんじゃん。あるやん、食堂。よし。よし。